楽して痩せたいと思っているあなた、その願いを今回は叶えていきましょう。きつい運動や無理な食事制限、なかなか続きませんよね。今回はストレッチで簡単に痩せる方法というのを紹介していきます。ストレッチというのは実は3種類あるんです。今回紹介するのは痩せやすいストレッチというのを紹介しますので、一緒に頑張ってやっていきましょう。今回の動画を最後まで見ることで、今までやっていたストレッチとは全く違う痩せやすいストレッチというのが分かってきます。スマートフォンを見ながら一緒にできるメニューになってますので、頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、楽して痩せるストレッチというのを紹介していきます。そんなものあるのって疑問に持ってるあなた、今回の動画をやったら必ず分かってきます。実はストレッチというのは3種類あるんです。静的ストレッチ、動的スローストレッチ、動的クイックストレッチ。基本的に一般の方がやってるストレッチというのは初めの2種目になってきます。静的なストレッチか動的スローストレッチです。実は痩せるためには動的クイックストレッチというのがポイントなんです。このストレッチのいいところは、筋肉がしっかり伸ばされる、交感神経が活性化される、可動域がしっかり広がる、この3つがポイントです。逆にいつもやってるストレッチ、副交感神経が優位になる、無理なく伸ばせれる、筋肉痛が起きにくい、この3つがあります。ですが、痩せるためには違うストレッチがおすすめなんです。今回は動的クイックストレッチというのを一緒に頑張ってやってみましょう。まずは楽に座った姿勢でいいです。スマートフォンは顔の前に置いてください。まずは痩せ筋とも言われる褐色脂肪細胞を活性化するために背中を動かしていきます。背中を動かしながら二の腕痩せが可能です。今回の動的クイックのポイントとしては、伸ばされるところまで行ったら、あと少しをクッと動かします。どの動きも一緒です。伸びないところからさらにキュンと伸ばします。これ以上伸びないってところがあると思います。こっからさらにクッとやることで、こんだけの幅をさらに伸ばすことができるんです。頑張ってやっていきましょう。まずは手をクロスします。こういう感じです。上の手は後頭部の後ろ、下の手は腰。伸びないよってところからグッとギュッと動かしていきます。いきましょう。これで肩と肩甲骨が伸びて、二の腕もしっかりストレッチされます。しっかりね、ここでクイックさせてください。動かすペースはマイペースでいいです。クイックの時に少し痛い人はですね、気持ち始めスロー、慣れてくるとクイックしてください。しっかりこれでね、 OK。 次は肩と肩甲骨です。万歳から下に引いてクッと下ろします。できるだけ後ろに持ってって下に引きます。いきましょう。万歳からできるだけ後ろに持ってって下に引く。耳よりも後ろに持っていく感じです。最後にこういう感じでクイックしてください。肩がね、硬い方は少しだるいかもしれませんが、慣れてきますんで、クッとね、残り少しを早く動かしてください。 OK。 今度は手を合わせて開いたところからさらに開く、胸を伸ばしていきます。手の位置はできるだけ肩の高さ、もしだるいよって方は少し下げてもいいです。いきましょう。開いたとこからさらに後ろ、伸ばすときに息吐いてください。伸びないとこからさらに、まあ、上半身をね立て続けにしてるんで、ちょっと肩がねだるいかもしれませんが、次肩伸ばしますんで、しっかりクイックしてください。 OK。次は肩をね、だるくなってると思うんで伸ばしていきましょう。ゆっくり手を万歳しながら、あと少しで手をポンと上に投げます。いきましょう。ポン、こういう感じです。ゆっくり上げながら、あと少しをグッと、だるい方はね、ゆっくりでいいです。なかなかね、ストレッチで痩せるっていうのも難しいと思いますが、これね、結構このストレッチはね、ストレッチと言いつつ結構辛いですよね。筋肉をしっかり使うストレッチですからね。
はい、OK。 今度はスマートフォン持ったままいきます。ここから上体をゆっくり起こしながら、あと少しでグッと起きます。息吐きながらふーっていう感じでいきます。いきましょう、マイペースです。スマホ持ったまま体を起こしてグッ。これ腹筋鍛えられて腰が伸びます。しっかり背中を丸めてください。首もしっかり下向いて、首のストレッチもできます。はい、 OK です。今度は顔の下にスマートフォンを置いて、上体を反らしながら手でグッグッとね、腰をしっかり反らします。足は楽でいいです。いきましょう、上体を起こして残り少しを手でグッグッ。いいですよ、スマホ見ながら。これでね、お腹と脊柱起立筋が伸ばされます。最後のクイックの時は息吐いてください。 OK。 はい、今度はお尻から下やっていきましょう。片足上げたら、こっからしっかりグーッと持ち上げて、上をピッと蹴る感じです。できるだけ上げたらクッ。いきましょう、スマホ見ながら。もう上がらんよってとこから、上がらんよってところからね、前ももを持ち上げる感じです。これでお尻ともも裏、腰が伸びます。もう上がらんよからですね。あんまり早くね、伸ばさずに上がらんよから。 OK。 はい、今度は膝を半分曲げたとこから、かかとをお尻につける感じでクッとね、クッと曲げます。いきましょう、これでね、前ももが伸びます。これはちょっとね、行かないとこからだったら結構辛いんで、早めにクイックしましょう。クッと、いろんな筋肉がね、伸ばされて体も温まってると思います。グッと、 OK。 今度は両膝曲げて、太ももの裏を上に持ち上げる感じで、こういう感じでね、早く動かします。いきましょう、ももの裏を持ち上げる感じで、早くね、交互にクイックして、もも裏、前もも、お尻を伸ばしましょう。なかなかね、伸びるし鍛えてる感じもしますよね。 OK。 はい、今度は足の裏を合わせて、スマートフォンは顔の下に置いて、このまま手を前に伸ばして、遠くにねタッチする感じで、腰、お尻、内転筋をストレッチしていきます。かかとの位置はですね、手前にしすぎるとかごめないって方は、ちょっと前に出してやってください。息吐きながら、あと少しでフッと伸ばす。前かがみになったら、あと少しふーふっ。最後バウンド、少しってところをクッとね、伸ばしてください。これでしっかりお尻とね、内転筋がよっ伸びます。よっよっ、ラストよいしょ、 OK。 はい、ラスト、お尻を伸ばしていきます。あぐらを組みましょう。手はスマホ持ってていいです。こっから下側の足で抱えて、あと少しをグッと引き寄せます。グッと太ももを胸につけるイメージです。いきましょう、
グッと。これは行かないようからさらに交互やっていきましょう。ラストです。あと少し。はい、反対足。よいしょよいしょ。しっかりね、抱えてください。行かないようからさらに、こっから。 OK、 お疲れ様でした。しっかり伸びたよ、頑張ってみたよって方は、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。各種 SNS も行ってますので、説明欄からリンクを見てもらって、よかったら動画のシェア、フォローなどもご協力よろしくお願いいたします。今回は楽痩せストレッチということで紹介させてもらいました。ご視聴ありがとうございました。